尖閣諸島の有事リスクがどんどん高まっているさなか、陸上自衛隊では12式地対艦誘導弾の長距離化を踏まえて、石垣島にミサイル部隊を配備することを決定したよ。これまでにも、陸上自衛隊の地対艦地対空ミサイルを有する部隊は、沖縄本島をはじめ宮古島や、鹿児島県の奄美大島にすでに配備されており、今回の石垣島を含めて南西諸島への配備は4カ所目となるな。相変わらず中国のプレッシャーは強烈だから、あらゆる方法を使って日本の領土を守ってほしいと思うよね。さて今回は皆が注目している、石垣島へのミサイル部隊配備について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。そもそも南西諸島は、鹿児島県の南方海上から沖縄県の与那国島にかけて、1200km にも及ぶ範囲に点在する島々の総称だけど、1997年頃から本格的な海洋進出を強めた中国海軍と、最前線で対峙する位置となり、緊張感が高まっているってわけ。かつての中国は、陸続きで接する旧ソ連との国境線を国防上の最大の課題として、その防衛を担う陸軍重視の政策を採用していたんだけど、ソ連崩壊に伴い方針を転換、台湾併合に向けた東方海上への進出を軍事目標としたことで、南西諸島に緊張感が高まることになったよ。南西諸島を第一列島線と名付け、自国の防衛のために、必ず死守しなくてはならない線として考えている中国のことだからな。日本の領土に勝手に線を引いて何を考えているの？という常識は中国には通用しないもんね。中国は、その第一列島線において、制空権及び制海権を確保することで、アメリカ軍の影響力を排除する方針を目標に掲げているよ。さらに中国はこの第一列島線の東側の日本の伊豆諸島から小笠原諸島、そしてグアム島、サイパン島からパプアニューギニアを結ぶ線を第二列島線と位置づけ、西太平洋地区を自分の勢力圏とする構想を打ち出しているってわけ。この二対の線、そしてその内側の部分で制海権を確保するために、中国は海軍の拡張をどんどん進めているんだ。空母の運用、新型戦闘機の開発、ミサイル兵器の開発、様々な手を使って、仮想敵国であるアメリカに対して強く抵抗しているわけだね。そんな中国にとって、尖閣諸島は太平洋の出入り口に当たる場所であり必ず確保しておきたい要衝ってわけなんだ。そういうこと。ここに日本やアメリカがミサイルを設置したり、空軍基地を設けてしまえば中国本土が攻撃範囲になるのはもちろん、自慢の海軍を太平洋に出撃させる際に大きな障壁になるから、かつては、周辺海域の海底に埋蔵されていると言われている豊富な石油などの、資源を目的に尖閣諸島の領有権を主張してきたと言われる中国だけど、すでに資源は自国で十分賄えるほど生産しているわけで、真の目的は対アメリカ戦争時の障害を未然に排除することが目的なのだろうと考えられ始めているよ。もし、中国の野望が達成された暁には、現状でアメリカ海軍がほぼ独占してる、太平洋やインド洋における支配権を駆逐し、2040年頃をめどにアメリカ海軍と互角以上の海軍力を保有し、世界の海を二分する勢力にまでなってしまうことが考えられるんだ。ここまで壮大な中国の海洋進出の計画を鑑みれば驚異的な速度での海軍艦艇の建造にも納得がいくんだけど、果たしてその青写真が計画通りに進行できているのかといえばそうとばかりは言い切れないみたい。中国における目標の一つ、第一列島線内の制海権の確保は2010年頃までの目標に挙げられていたんだけど、日本は海上自衛隊の潜水艦戦力の増強を行っており、ひとまず2012年には常備22隻体制を確立したことで、少なくとも東シナ周辺までの制海権を中国に許すことにはなっていないね。また、今回取り上げる石垣島への陸上自衛隊の地対艦地対空ミサイル部隊の配備も、第一列島線内の中国軍の艦艇や航空機の作戦行動を阻害する手段のうちの一手であると言えるよ。今回、石垣島に装備されるミサイルは12式地対艦誘導弾と呼ばれるものなんだけど、12式地対艦誘導弾は、陸上自衛隊が2016年より導入を開始したもので、重装輪車両によって運用される移動式のミサイルシステム兵器で、陸上自衛隊では SSM-1 回と呼称されているんだ。最大射程距離は推定値で約 200km 弱と言われ、今ではそれほどの長射程ではないんだけど、2017年に改良型の開発にゴーサインが出され、射程距離の延長が進められることになったってわけ。
改良型の開発については、2020年12月には当時の内閣と国家安全保障会議の決定によって打ち出された、新たな防衛力整備計画に際し、最優先で開発を行うべき兵器に位置づけられ、近未来の防衛システムの一翼を担うこととなったんだ。具体的には、現状で約200キロ弱の射程距離を、敵の兵器の射程距離外から攻撃が可能な形に延伸し、最初の改良では約 900km、最終的には約 1500km。これは、中国や北朝鮮が保有する短距離弾道ミサイルに匹敵する距離になるんだが、この部分まで性能を高めることを想定しているぜ。また、重装輪車両に搭載する形式以外にも、航空機への搭載による空対艦使用、艦艇への搭載による艦対艦使用等、運用するプラットフォームの多層化によっていつでもどこでも発射が可能な体制を構築することで、敵国に対する抑止力として運用することを想定しているな。仮に、石垣島に配備した12式地対艦誘導弾を想定すると、すでに現在の性能でも尖閣諸島は十分防衛できるし、尖閣諸島に接近する中国軍艦艇を先制攻撃するには十分な性能を有しているね。これが射程距離を 1500km まで伸ばすと、中国本土にある敵航空基地や有力な、港湾海軍艦艇などを狙って先制攻撃が可能になるってわけ。もちろん、現行法令では先制攻撃などできないけど、基地攻撃能力について検討が進められ、その方針が正式に是となれば中国の喉元に合い口を突きつけるような形になり、かなりのプレッシャーになることは事実だよね。このような状態になるまで、放置しておいたことが問題ではないかとの声も聞かれるんだが、アメリカも日本も、中国の軍拡がここまでのスピードで進むとは誰も考えていなかったんだよな。ソ連の崩壊、冷戦の終結を誰も想像していなかったように、かつて想定されていたことよりも明らかに変化のスピードが速いぜ。1980年代までは、日本の航空自衛隊が当時世界最高の制空能力を誇る F-15J イーグル戦闘機によって、尖閣諸島や南西諸島の制空権を確実に掌握していたんだけど、中国の航空戦力も充実してきた結果、もはや数的優位は中国に奪われてしまい、その差はこれからも開いていくと想定されているんだよね。現在、航空自衛隊は最新鋭の第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2の、通常滑走路仕様の A 型を105機、短距離離陸垂直着陸が可能な、B 型42機の合計147機を調達してステルス性能による質的優位を確立する戦略をとっているけど、これでも中国の所有する戦闘機の機数には全然足りないよ。この F-35 ライトニング2のステルス性能ですら、それを探知するレーダー類が近い将来実用化されるのは確実と見られており、早ければここ5、6年で新型レーダーが実戦配備されることになれば、ステルス機による優位性を失う可能性もあるんだ。つまり、制海権と制空権を維持するためには、いかに先制攻撃を仕掛けることで、敵の戦力を前言することが必要かっていう、そういう戦略の大転換が必要なんだね。撃たれる前に敵のミサイルを破壊する、察知される前に敵のレーダー基地を破壊する、などの先制攻撃が行われなければ国防も成り立たないからな。そういう意味での基地攻撃能力なんだから、左翼系活動家の主張に惑わされることなく、しっかりとこの点は議論を深めてほしいと思うぜ。12式地対艦誘導弾頭の地対艦ミサイル部隊を南西諸島へ配備する最大の目的は、南西諸島イコールつまり第一列島線を越えて東に進出しようとする中国海軍艦艇の行動を抑止することであり、第二列島線への到達を防ぐことにあるんだ。中国海軍が空母遼寧や空母山東に続いて航空母艦の建造を進めているのは、第二列島線内の支配力を高める狙いを持っており、第一列島線上の日本や台湾への攻撃に用いる可能性は極めて低いと言われているものの、自国の領土や領海を他国の艦艇に蹂躙されるというのは、決して歓迎されることではないよね。アメリカにとっても日本が少しでも中国艦艇を牽制してくれれば、とは思うだろうが日本としては自国の領土が侵されない限り先制攻撃はできないわけで、アメリカの事情だけでは動きが取れないのも事実だぜ。と言っても、アメリカが日本のために一緒に戦ってくれるかどうかも、疑問符が残っちゃうんだよね。尖閣諸島について、日米安保条約の範囲内かどうかは明確にしていないアメリカ、施政権が及ぶ範囲において日米安保同盟は有効であるという、不明瞭な回答に左右しているアメリカを、どこまで信用すればいいかわからない部分はあるからね。あれほど守ると言っていたウクライナも、
結局はロシアの攻撃を許して戦争は長期化する様相を見せており、アメリカの優柔不断さばかりが目立つことになっているんだ。アメリカを信頼することも必要だが、アメリカが率先して動いてくれると思うのも尊敬。それぐらいのイメージを持っておいた方が良さそうだな。そういう意味で、今回の石垣島へのミサイル部隊配備は、日本だってやるときはやるぞとアピールするには十分だし、実行力のある防衛だと思えるよね。ちなみにアメリカは、装備される1-2式地対艦誘導弾に強い関心を持っていると言われているぜ。自国にない兵器で、かなり性能のいいものを持っている日本の1-2式地対艦誘導弾について、その技術提供を内々に持ちかけてきたそうなんだけど、日本がどう対応したかは明確ではないんだ。だけど、アメリカと日本が共同で作戦に当たらなくてはならないのは事実。お互いが都合のいいようにくっつくのではなく、覚悟を決めて共通の敵に当たる時にはしっかり当たってくれる。その確約だけは欲しいものだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。